どうもこんにちは。お疲れ様です。今回の舞姫大学、時間の使い方についてね、一つテーマをいただいたんですけども、今回あえて私はね、全く違った切り口で、この芸能界についてお話ししようかと思うんですよ。まあ、というのが、ジャニーズ事務所の方から、公式見解といいますかね、公式な謝罪がありましたね。うん。まあ、これがね、テレビ地上波で報じられているのかどうかわかりませんけども、私は YouTube で、えー、メディさんですかね、 そういった女性の方が今あ代表をされてると思いますけども今までねジャニーズ事務所に所属する、まあ、いわゆる男性アイドルですよね、まあ、スマップもそうかもしれないし TOKIO もいますしそれから近藤正彦さん郷ひろみさん、えー、それから木村拓哉さんもそうですね光源氏ってのも昔いましたよね V6 なんてのもありましたし嵐なんて今でも活動してるんじゃないですかこういういうなジャニーズ事務所の まあ、かっこいい男性のねタレントさんそして日本全国のそしてもしかしたら海外のね女性ファンを一気にねこうファンにして虜にしてすごく魅力あふれるタレントでありそしてアイドルであり歌手でありダンサーであり本当に日本を代表するトップアイドルとして君臨してるのは間違いないと思います。 まあこういった人たちをね、各テレビ局が使えば視聴率は上がるし、コンサートをすればすぐにチケットは完売だし、ものすごい人たちだなと思います。まあ、しかしですね、この人たちも単なる努力や根性だけで上り詰めたわけではなくって、いわゆる前の社長のね、えー、ジャニー北川ですね。この人が自分の欲望の赴くままに、こういった 男の子たちがねまだ幼い頃から、まあ、その手にかけて、えー、まあホモ行為をしていたというねホモ行為って言ったらねあのホモ会に生きる人はね別にバカにしてるわけじゃないんですけども、まあ、いわゆる同性愛だったんですかね、うん、ジャニー喜多川さんっていうのはまあ男性ですけども幼い男の子とかねちょっとこう思春期の男の子の体が好きだったんですよね で、いろいろと性行為をしていたというね。まあ、どういう風にやっていたのか私はちょっと想像がつかないんですけども、まあ,あ、やったりやられたりみたいな感じだったんでしょうか。で、先輩、タレントさんに言わせれば、まあなんかね、あの、まあいろいろとね、私の口から表現しにくいことがあったということで、本当かいなってとこですけども、まあ、当事者からの証言がたくさんありますしね、これ本当なんでしょうね。そしてそれに対して、誰もね、誰も否定会見をしないというかね、 否定コメントを出してないな、うん、ジャニーズ事務所を離れてフリーなことが言える立場の YouTuber になった人ですらだんまりを決め込んでるところでつまりジャニーズ事務所の看板タレントさんはね今さっき私がお話したようなのも全てですけども、まあ、全部ね自分の体をジャニー喜多川さんに好きなようにされてもしくは中には 3P とかもあったらしいですけどね。 いろんな過激行為をそのいろんなとこでしながら上り詰めたトップスターの座だったのかなと思うとなんだかねおぞましいような気持ちもしますね、うん、でことはこれだけにとどまらないわけですよ私がね中学の頃ねまあ大好きだったアイドルで岡田ゆ子ちゃんっていうのがいるんですけどもまあ岡田ゆ子ちゃんに関しましてもいろんな噂や証言があるんですがまあねうんいろんな芸能界の 波に思われてお悩みだったというふうに聞いていますしあれからね30年以上経ちまして当時の人の重い口も証言が出てきて当時そんなことがあったのかとなんかね岡田育子ちゃん18歳にしてトップアイドルになりそしてそのまんま命を絶ってしまったわけなんですけども、まあ、その事情もなんとなく察するところがあるなと思ったりねそれから昨今芸能界でもいろんな方がね 自ら命を絶つみたいなことがありましたけどもまあ一つ私がね、えー、これなのかと思ったのが飯島愛さんの件ですね飯島愛さんはまあなんと言いますかねまあ裏ビデオから <laughs> あの芸能界に入って、うん、まああの時代には珍しい戦える女性だったんではないかなと思いますで飯島愛さんにも まあいろんな裏や表の芸能界のことがあったでしょう。でも、同時に飯島愛さんは、まあ、そのお人柄やね、気性を忖度しない姿勢から、ファンの支持を本当にダイレクトに受けていたのかなと思います。と同時にですね、芸能界にも飯島愛さんのファンが多くできた。特に女性からのファンが多かったらしいです。で、その中で、最も私がね、あのー、深く感じたのは、 芸能界の中の中性被害ですよまさに枕営業やパワハラさまざまな嫌がらせ力ある権力のある人からの強引なお誘い事務所からの圧っつまり事務所のことを考えると断れないような事情もね女性アイドルさん女性グラビアアイドルさんにいろいろ降りかかったみたいですけどもそういった悩みを飯島さんは一手に引き受けてこの芸能界を変えなければならないと。 こんなことをいつまでもやっていちゃいけないというふうに、あの、裏ビデオ業界から来てね、なんかこう、まあ、裏ビデオ業界もね、それなりのとこだったらしいんですけども、でも、人気はあったらしいんですよ。人気はね。当時まだ裏ビデオ業界っていうと、まあ、いわゆる、任教の世界も一つ挟まっていましたんで、女性を商品として扱う。もちろん、映像の中では様々なことがあるけども、それ以外のところでは本当に丁寧にね、 傷一つつけないように育っているところに、うん、なんか線引きがあって、人気があったらしいんですけども、でも、逆に、芸能界というね、日の当たる場所に、飯島屋さん出てきてみたら、なんとひどいところだと、感じたということらしいんですよね。そこには人気もなく、素人が、任居の世界でも考えられないようなね、応募を働いている。しかも、問題はすべて、お金で揉み消している いいうことらしんですよ突然消えた若い女性アイドルさん女性モデルさんタレントさんそういう人たちはいろんな性被害を受ける中で精神や体に疾患を受けてですねもうとてもじゃないけど芸能活動できなくなくっっちゃったそして家族からのクレーム怒り裁判いろいろあったけども結局は報道させないこととそれから当事者には あるる程度のお金をららして黙らせとということをね繰り返して次の芸能界を埋め見る少年少女たちをまたどこかにかけるということを、ね、繰り返してやってきたそうなんですよね。でそういうのをねなんとか一掃したいということで飯島愛さんは戦い続けてきたら仕事がどんどんなくなりもういい機会だからということで自分がこの世界を離れることによって自分の力でね そういった悲しい目に遭う若い人たちを助けていこうと思った矢先に不審死を遂げたということでこれまた今までそれまで多くあったまあいわゆるねうんまあ自殺に見せかける他殺というものでしょうかねそういったことがあったんではなかろうかということでございますまああんまりこれをねまた話すとね YouTube から あのサブアカウントも利用制限を食らっちゃいそうなんですけどもいやでも本当にねその程度で済むんだったら私はまだ幸せの方で命ががね利用制限をくらってサブアカウントがないという世界に放り込まれるわけですよ、ね、いや本当に芸能界っていうのは、うん、古い表現をするとヘドが出ると言いますかねあの笑顔や素敵な演技の向こうには。 誰の人人生生ががからなないいいような人生が渦巻いていてそれももうね誰か首謀者を挙げてその人を何とかすれば済むというもんではなくてもう組織がそういう体質っていうんですかで今その先ほど任教っていう話が出ましたけどもいわゆる暴力団組織っていうのは今ね反社と言われて社会から根絶されたわけですよ。そうなるとそういったいわゆる表の権力者がね やりたたい放題になっってしまったわけですよね、うん、それこそね仁義なき芸能界ですよ金が入りゃ何でもいいのか有名になれりゃ何でもいいのかしかしそこに群がる私たち国民視聴者っていう存在があるってことを考えると私たちもその罪の一端を追っているのかなとそして「ああのタレントさん最近出なくなっちゃったね」 あ死んじゃっっったの残念ねこうやてて終わわいくわけですよそうアイドルやタレントさんは吐いて捨てるほど量産されますからねそしてどんな目に遭おうともいや自分は這い上がっていきたいっていう人はそんな枕営業体を打ってどうこうそれで上り詰められるんだったら行きますみたいな感じでねそれは男性アイドルさんも同じでセンターに立てるんだったらということで黙ってそれを受け入れるそんななんかね スマップの姿があったのかなと思うとなんだかもうねいやテレビはもう見てなかったんですけどずっと、うん、テレビってものは気持ち悪いなと思いましたね <laughs> はいということでねあの複雑なものがありますけどもこれから芸能界テレビの世界そして視聴者の世界どのようになっていくのかはあ、なんかため息と,とともに見るばかりですね うん、確かにね映画作品ってみんんなね素晴らしいんですよ、うん、だからそういう素晴らしい人の気持ちをね掴むような演技をする人ってのは確かに城場をくぐってきたんでしょうどんなものも受け入れてそこに立ってるんでしょうそれこそ二足三問の演技や歌をする人って今いないですからねそう考えたらその裏でどんなことがあっても、まあ、割り切って目をつぶるってのも一つの 形なのかもしれませんねただやっぱりね自分の子供たちを実際に送り出したお父さんお母さんの気持ちになってみるとああ有名にはなったけどもそうやって稼いでくれた我が子がそのお金で仕送りしてるともなるとなんだかね身売りに出したみたいで気持ちが悪いなと。 お父さんお母さんも思ってしまうんではないかなと思いますよね。うん、どうなんでしょうかね。まあそんなこと思いながら、メイディさんの謝罪動画を見ておりました。短い動画だったんですけども、これが本当にテレビ各国が報じたり、スクープできたりするんでしょうか。そしてその元は、あのガーシーが全て発端だったってことで、 ガーシーをあそこまで追い詰めようとしたさまざまなあ思惑ですけども結局はね根元がチンコロしちゃったったてことですよ、うん、ガーシーの権利はこれでもう回復すればいいんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、そもそもね、うん、ガーシーがいなければ今回のような芸能界のね闇その一部が。 きちんんととと謝罪されることはなななかかったんじゃないかなと思い思ますよねまあ仕方がなく頭を下げたのかもしれませんけどもそれにしても形だけでもまずは謝罪を引き出したってことで一歩進んだかなと、うん、NHK 党すごいなと思いますよ本当ガーシーはすごいなと思いますよ多くの人はそこまで見えずにまたバカな浮世に踊っているのかなというというころでございますまあ今日はこのぐらいにしていきましょうかぜひ YouTube サブアカウントまで止めないでくださいねそれではいってらっしゃい